ホロ内駅は、北海道三笠市ホロ内町2丁目にかつて置かれていた、北海道旅客鉄道及び日本貨物鉄道ホロ内線の駅である。ホロ内線の廃止に伴い、1987年7月13日に廃駅となった。北海道鉄道発祥の地にあった駅の一つである、1976年のホロ内駅と周囲750メートル範囲、左が三笠方面。 右下に、幌内炭鉱先端上があり、当鉄道建設当初から明治31年までは、ここに駅が設置された。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成構内は狭い谷間に位置し、北側の市街へ、突に湾曲しており、南側は、東から西へ蛇行しながら流れる三笠幌内側に、接する。構内はほぼ水平だが、 西側の三笠駅からは、構内手前約500メートル区間が25パーミルの上り勾配、東の幌内単行先端上へはさらに最大28.6パーミルの上り勾配の急坂を要する。駅舎は北側に位置し、駅舎前に旅客用の端式ホーム一面一線、かつては一般貨物取扱い用に、駅舎横の三笠側に貨物積み下ろし場と引っ込め線を一本有していた。 駅裏側には4本の留置線があり、その外側に1本の木回し線、それから東側に分岐して、転車台へ向かう側線を有していた。本線と留置線の合流先からは、東の先端上へ向けて、幌内単行専用線が伸びていた。北海道の鉄道発祥を記念して、1987年9月に、三笠鉄道村の中核施設、 三笠鉄道記念館として整備され、多くの鉄道車両が保存されている。ありがとうございます。